はい、お疲れ様です。山です。オクトパストラベラー続けやっていきます。さあ、トレサを仲間にしたということで、次ね、次の仲間をどうしようかってことなんですけど、近くはプリムローゼさんかサイラス、まあ飛ばしてもいいんだけどねそんなことする人あんまいないと思うけど、まっすぐ行ってサイラススルーしてオフィーリアさんとかハイットさんとか行ってもいいしね。どうしようかな。はい。で、これね。これ、どうしようか。いや、なんか、参考になるのないかなと思って、とりあえず全員集まってるのがあったから、これで、どうしようかなと思って。で、こうしてみると、意外とみんな、ね、なんか、みんな一緒にいるけど、なんか、それぞれ別というかなんか、影があるというかね、なんか持ってますよね。どうしようかな。はい。で、一番手前の、手前というかなんだ、先頭にいる、トレサの隣にいる女性は、ロッドを持ってるじゃないですか。多分回復役だと思うんですよね。だからゲーム的に言えば、この人、どれだこの人わかんないけど、かなとも思うんですけど、まあそういうとこはあんま気にしない方がいいよね。で、一番、後ろから3番目の金髪の人、誰だろう。このなんか一番見えてない人、行こうか。はい。で、それが、あ、ん？誰だこの人。ハイットさん誰だ？多分オフィーリアさんだよね。金髪はね、多分、この中ではこの人しかいないんですよね。だから、サイラスをスルーして、フレイムグレース行こうか。女性かな？そうですね。まあそもそもここ渡れんのみたいなのあるんですけどね。見るからになんか、橋途切れてるんですよね。ね。まあ一応まあ行けるかだけ見てみようか。はい。で、村、町か。町戻ってきたら、ちょっと配置というか、人が変わってんすよね。うん。うん。あ、これ違うか。そう、試合も見てみたんですけど、みんなちょっと強いんで、まあ、スルで。冒険家の装備。買う？うん。何？冒険家の。貴重品なんだ。で、オレンジがサブクエだっけ？奥にいるんですけどね。これ？いや。ルマン。うん。お菓子の名前だったよね。志高き冒険家。未踏の大陸が僕を呼んでいるのさ。ここでさっきの貴重品を渡すんだ。はい。はい。まあ、冒険に出る気は満々だけど、装備がないと。はい。これ続く感じっすね。
ルマンシリーズか。サブクエやった方がいいのかな。どうしようかな。はい。まあでも1500円はでかいもんね。まあ見つけてやれそうならやるみたいな感じで。うん。サブクエはまあ全部やる気はないんですよね。で、やれたらやるぐらいで。全スルーはしないですけど。これとかさ、試合、あ、できないんだ。倒して家のものは去るみたいなね。で、あとは、あ、そうだ。酒場にね、取ってなかったんですよね。500円。絶対取っちゃダメなやつだよね。で、あと、この人か。やだやだ。すごい。うん。ある男にしつこく婚約を迫られてる。うん。しつこい男。え？やだや。え、だ、どの人？どの人？いや。一個ずつ話しかけないとダメかな。くそ。あ、この人か。はい。ん？買い取る。エビーボ、あ、すげえ今持ってんね。これが安くなればね。あれ？やだや。あれ、進まないね。なんか、必要なんすかね。試合はいいや。毎度。どうすんだろう。エビーボを買い取ればいいの？わかんないけど、まあ、なんか、手に入れば、みたいな感じですかね。あ、ちょっと待って、これいいね。精霊石。男。台はちょっと買えないですけど、多分安いよね。店、外よりもね。はいはい。まあ、ちょっと見てみて、買うもんがあれば、買いましょうか。さあ、行きましょうか。まあ、買い物して、いきますね。装備をちょっと、新調しました。トレさんのね、まあ、アイアンスピア、なんだ、槍を強いやつに変えて、あとは、防具ですね。黒い装束を買ってで、ですね。そんなものかな。で、あとは、今にいるのが、この交差点、なんですけど、これアップは、待ってね。じゃあ、遠ざかっていく。これじゃアップできないんだ。はいはい。今、いる場所から北に行けば、とりあえず橋には行けるけど、多分これ通れないよね。まあ、一個だけ行ってみようか。ん？こっちでいいんだよね。道がわかんないんだけど。そう。はいはい。さあ、こっから二人来るのかな、敵も。ちょっと待って。進み始めたけど、こっちでいいのかな、みたいな。リプル街道、リプル態度街道。態度街道。はい。はいはいはい。まあ、こっちでいいんだよね。これさ、将来的にさ、雑魚戦やんなくてよくなるアクセサリーとか出てくるのかな。始めようか。もうちょっとやっぱランダムエンカウントの、ちょっと、難しいところで。いちいち戦闘したくない時とか。やっぱあると思うんですよね。そういう時どうするのかなみたいなのはね、すげえ気になりますけどもね。あ、やりも効くんだ。はいはいはい。やっちゃおう。うぅ、強い。本番だ。やり効かない。あと何があるんだ ?4 つもあるけどさ。剣、弓、槍、2つあるんだ。属性かな？なんか。覚悟はいいか。さあ倒しちゃおう。また一つ強くなる。感謝する。はい。北リプル態度街道。態度街道。これさ、どうじゃ、あ、そうか、そうだね。これでかいよね。あ、え、もう当たったの？え、そうなんだ。当たれたんだ。すご。いや、まだかな？もういいか。さ、サイラスをスルーするんで、フレームグレースに向かっていきましょうか。
どうしようか。これ何？なんもないんかい。絶対なんかあるかと思った。このさ、なんかあるでしょ。宝箱か。はい。ん？なんかある。ミニマップになんか出てるね。村？あ？いけないんだけど。こっちか。おっと、波隠れの岩窟。ここからが本番だ。隠しダンジョンみたいな？はい。はい。さあ、邪魔されましたけども、ん？入った。真裏から入るんだね。ちょ待って、剣道レベル45だって。それはダメだよ。それはダメだよ。まあ覚えておきましょう。いや、忘れるだろうけども、45までね、覚えてはらんないけども。一応ミニマップには書いてくれてんのか？はいはい、ミニマップというか、マップね。そうなんだ。なんかレアなアイテムとかあるんですかね。おい。お、セーブポイント。上に行けば宝箱。下はいけない。ああ、はいはい。おい。さあ、じゃあ上行って。で、お、馬車が、盗賊の、あれかな、出る場所ってことかな。怖いね。はいはい。準備はいい？まあ、どうしようかなと、ナッツ系をどうしようかなっていうのはずっと考えてたんですけど、あのね、長所を伸ばしていく方向で考えようかなと思ってますね。で、今のところ、オルベリクは防御のやつ、キャラじゃないですか。カバウとかあるんで。だから、使うとしたら防御アップ。で、トレサはわかんない。どうしようかな。うん、まあまた考えますけども、そういう方面で、攻撃重視のキャラがいたら、今拾ったね、物理攻撃アップとか使っていこうかなと思いますけどね。で、アサシン系のキャラが出たら、回避系のやつとかね、持たせようかと。思ってます。お、なんか変わったね。お、今が、ちょっと待って、今がでかい町だね、ここ、アトラスダム。もうスルーしちゃうんすよね、今から。スルーしちゃいましょうか。あ、ちょっと見えるね、なんか。ん？いや、違うか。そこの多分橋を渡っていけば、あ、ちょ、待って、手前の宝箱。500円。いいね。冒険の騎士。うん。押してまい。アリ？アリすらも敵なんだ。手前のはなんだ？キメラみたいな。豚のような、頭はわかんないけど。ビープ。あ、混ぜてんのかな。あー、ビーとピックを混ぜてるみたいな。いや、わかんないな。まあ、いいか。とりあえず何が効くかだよね。やばい。槍ではない。あと弓しかないよ。その程度か。ここからが本番。ってなると、この人は後ろをやっちゃおう。当たんない。当たんない。効かない。じゃあ弓を。弓だね。で、槍で後ろ。OKOK。なんかが効かないとね、しんどいからね。これでいこうか。ちょっともったいないけどね。一発分ね。ここからが本番だ。さあ、槍で。覚悟はいいか。多分やりきれると思ったんだけど、やりきれないですね。
私の番。オッケー、弓はどうかな、効かない。ナイス、よし、オッケーオッケー。どんなもん、まあ、初めての3体、まあボス戦以外でね、やっぱ3体もいると硬いしね、大変だね。さあここ来たけどもスルーして北に向かいたいと思います。北アトラスダム平原、うん、で次がこっちね。でどもう次のこと考えてたんですけどね、次はさすがに回復薬いるのかなと思ってんだよね。だからそのままロッド持ってる女性のとこ行こうかなとか考えたりしてたんですけど、どうでしょうねはいはい、ちょっと待ってね、一応ちょっとずるいことやっとこうかな。ファストトラベルのポイントとしては使えるよねこれ、入るだけ入っとけば。ちょっと登録だけしとこうか多分イベントとか始まんないと思ってんだけど、どうだったっけ。うわすげえ、ほい、お、あーよかった、大丈夫そうっすね。しかも宿屋がある、回復しとこうかはい、まあ、道中宿を取ったっていうだけでね。はい、で今のでね多分いけたかなこれ。あー、ファストトラベルを使いますね。ね、ここはダメなんですけども、いやどうなんだろう、ここのなんだ明らかにされた状態ならばいけんのかな。じゃここ次このマップ入ったら見てみようか。さあ次はちょ見えないねみんな次の二股に分かれてる道があるから、ここで左を選ぶんだ。おお、回転ね、強そう、強そうだね。ただウィークは一発なんで、平原のフローケン、刀じゃない、あ弱い、弓、弓か、槍は、あ弱いね、私の番、弓で、まあとにかく一体ずつやっていくと。覚悟はいいか。槍はどうでしょう。行かない。その程度か。弓だけか。その程度。普通に戦って。止めて。止めて。止めて。OKOKOK。まあ弱点じゃなくて普通にダメージは通るんでね。問題ないでしょう。おい。いいね。トレサがきっと結構、おい。回るようになったね、本当に。足速いしね。で、おっと、ここじゃないよね、二股の道って。いや、良い戦いにしよう。え、案内、道案内あったかな。ちょ、これ終わったらもう一回見てみようか、ちゃんとね。うい、いや、道案内とかセーブが奥に見えんな。え？まだだよね。これは多分寄り道的なやつかなと思って、あ、なんかマークが出てる。ちょっとここもあれかな？隠しダンジョン的な？ヨーナーキーの森でいいのかな？危険度レベル15。これ入んないとダメか。入んないとマップに登録されないみたいですね。僕は、逃げよう。ランダムエンカウントなんで、ワンチャンね、これで捕まる可能性もあるんですけど、まあまあまあ。
さあ、こっちだね。あったあった、道案内もあるね。宝箱。準備はいい？ああ、ちょっと違う。眼帯というか、まあ、左目怪我してんね。どういうこと？あ、でもちょっと強いんだ、やっぱ。歴戦のガマガエル。ああ。え、ちょっとダメージ、弱点が違うね。槍持ってるから剣とかじゃないんだね。ほんと全部弓なんだ、じゃあ。止めて。止めてる間に。OK。まあそんな強くないですね。ほい。ちょっと待って。今回、移動で割るかもしんない。っていう器具はある。あ、やばいかも。やっぱキャラ、1キャラ分スルーしちゃったからね。あと地味に戦闘が、やっぱり、時間かかるね。ここらはまあ、ロールプレイングゲームのね、RPG の仕方ないところではあるんですけども。はい。さあ、奥に馬がいますね。はい。一応確認はしよっか。ノーブルコート方面。フレームグレース方面。いいね。行きたいとこっすね。フレームグレース。なんか戦場跡感がすごいあるというかね、枯れ木が多いよね。なんだこれ。花粉じゃないもんね。あ、寒いんだ。フレームグレースなのにね。はい。お、いいね。復活のオリーブ大だって。回復量が違うのかな、復活した際のね。戦闘不能回復と HP 回復が普通のやつ。ダイは、ああ、やっぱそうなんだ。ダイの方が復活した後に体力ね、多めに回復してくれるみたいな。で、これは明らか寒いよね。フレームグレースなのにね。なんかあんのかな？おお、すごい。さあ、これで、ファストトラベルできんのかなみたいな。まあ、できないよね。一階は入んないと。あ、しかも結構でかい街だ。教会が見えますね。結構好きな展開が待ってそうな気がする。すげえ。勝手な妄想ですけどね。水、あ、ちょっと宝箱逃してる、マジで。さあ、始めようか。覚悟はいいか。サメ？サメ？リザードマン。効かない。さあ、どうする？効かない。嘘。やりか、じゃあ。なんでもないんだ。あ、マジか。さて。そうか、普通に来てたら多分ね、ここ、多分3人目の人いるから。その程度、そこをちょっと見越してんのかなみたいな。さて、なるよね。クライニズキ、あー、状態除けか。行くぞ。うわー、ちょっと苦戦するね。早く手数を増やさないと。手数じゃないんだ、攻撃の種類をね。これどうやっていくん？え？ゲーム的な壁に阻まれてんだけど。多分奥から行くんだね。さあ、回転ね。さあ、狼。うん？私の番。キツネなんだ。あと風が効くか、見とくかね。お、弓だ。止めて、まあ、ブレイク入ってしまえば関係ないんでね。ね。商人だからって甘く見たでしょ。さあ、こっから、あ、ここから行けたんだ。
セーブポイント。アトラスタム方面。ん？左は？西フレームグレース雪道。その先、シワルキ方面。あー、なんかオルベイク2章に行っちゃいそうだね。あー、多分ハイットさんの場所が多分、この3サラのこっちだね。はいはいはい。最高。ん？ちょっと待って。始めようか。エンカウント多い。あ、え、違うの？あー、違う、一緒か。弱点を見出せてないからね。おい。あるよね。沈黙の治療ハーブ。沈黙系がいいのかな、敵で。おい。ここ、モンバーみたいな人いないのかな？覚悟はいいか。ね。ここら辺まで行ったらなんか、敵いないでほしいんだけどね。スノーマモット。おい。お、着いた。寒そう。だね。こんにちは。こんにちは。聖火教会のお膝元じゃ。そうか、教会の、あれだね、町だね。どうなんだろう。決闘しようぜ。あ、弱い。やろうぜ。そう。弱いと見て、挑みかかる元、ね、帝国騎士もどうかと思うんだけど、帝国ではないか、王国騎士ね。あ、単体じゃない、なんだっけ、一騎打ちなんだね。うわ、かわいそう。意味なんだ。ここからが本番だ。そうか、申し訳ないね。はい。これで終わりか。え、よかったよかった。感謝する。感謝する。ダウンしてんだけど。道芸さん、さあ誰だっけ。オフィーリ、あ、いた、いたね、いたね。似合う、いいじゃん。あ、奥が教会かな。いいね、金髪でこの冬景色っていいっすよね。さあ、ということで、じゃあ今回これで以上ですと。本当に移動だけになっちゃったな、申し訳ないですね。はい、じゃあ次回オフィリアさんの体験かな、やって仲間にしてみたいな感じですかね。はい、ありがとうございました。